ゃあこんばんは、ゲーム動画でいこうです。ありがとうございます。お礼に関してはすでに計算済みです。ご期待ください。ヴィーナス11ビューイットを始めていきたいと思います。欲しいですね、このゲーム。いろいろもらってますね。星3までしか出ないのかな。ファンタジスタスカウト、これが1回リアリティで弾けますね。エスヴィーナスの欠片というのを集めないといけないのか、最終的には。実際とおります。そのコラボイトの一環としてガチャが登場してまいります。このシオンですね。この緑のエリーもいますし、あれなんと南條吉野が明智さんになってますね。そうか、自分はミルキー見てないんですけど、明智さんやってたってことですよね。星5熊田美希ですよね。これが最強ですね。うん、いろいろ出てくるんですけど、これ聞くとまあ星5の熊田美希を筆頭に、主役のメモリー鈴子がやるシャロとか、これらを弾くことができますので、ぜひ興味があったらってもう28日までか、今日が27なのでもうほとんど締め切りですけど、こういうものがありましたということで、記憶に残しておいてください。で、今回はですね、じゃあどうするかというと、イベントじゃなくって復刻スカウト行きましょう。どれがいいんだろうな。ライトと、ライトとマックスならマックスの方がいいですよね。一番上の復刻スカウト SP を復刻してみましょう。シオンのエンジュが手に入りましたね。なんかこんなキャラが出てくるとは思わなかった。で、運営よりアイテムを得られるみたいです。一発で一気に取っちゃいましょう。そしてイベントです。このミルキーホームズビビットというイベントが開催されます。短編アニメですね。いくつかがラブライブのミューズ、初代のグループですね。そちらに参加しております。怪盗登場。おや？泥棒が出てきた。無知で叩かれたかな。そしてなんだ？ミラの泉っていうのがあって、多分これでポイントで交換できるんでしょうね。91に挑戦してみましょう。結構ポイント使うのがあれですが。大丈夫、いいと思います。ポジションはどこ？ポジションは真ん中。ポイント重視の専用機だと思います。3試合ぐらいこの動画ではやっていきたいと思います。前半戦開始です。このようにしてどんどん進めていきます。おっと横井咲也がドリブルか。さあ、ルーンストライク来るよ。おっと、来ない。ルーンストライクと見せかけてっていう感じですね。解説しましょう。時間がでもそんなにないんだ。これ、ルーンサイクロン。得点を奪いました。前半戦終了です。さあ、ちょっと疲れてる選手がいるので、交代しましょう。なんと交換です。行ってみましょう。後半戦開始です。さあ、どんどんパスを回してつなげていきます。さあ、越えた。ゴール前だ。まだ越えた。ルーニーサイクルが来るかな。来たー、ルーニーサイクル。ゴール !2 本目です。あ、これちょっと疲れてるので交代ですね。パスです。パスを渡して試合終了です。試合終了か。考え事。ガチャ。おっと、今度は誰が？力不足だから。はい、よし、任せておけ。じですね、今回は。さらにポイントアップチャンス。650ポイントを得ました。ができるみたいですね。さあ、祈ってますが何が起こる？そんなに大きなものではない。まあこれの積み重ねが大事なんでしょうね。オーナーレベルが10位到達したって書いてますね。オーナーレベルとかいろいろポイントもらえるみたい。落とせ、これ終わらせられないのかな。攻略もあるみたいです。見てみましょう。編成です。やってみましょう。キックオフです。残りスタミナが少ない選手は、なるほどね、交代しましょう。後半戦開始です。さあ、もう終わりましたね。から一気にレベルを上げていきます。93ですね。 弾いてみましょう。なるほど。ランキングチケットをたくさん集めると、それだけいい選手と できるということですね。時間限定なんでね。スタウトに登場した衣装ですってなっています。さあ、ミルキーホームズビートさらにやっていきましょう。初級3ですね。 上手をパス。これやるの見てまた奪った。前半戦終了です。さて、疲れてる選手は結構いますけどね。左か。ポイントを稼げます。どんどんポイント上げていきますね。積み重なってさあ、コンカレアロマ。 交代時期ですね。いかない。試合終了です。ふにゃ。ラッキー。ですね。ヘヘが可愛い。ってなんだろう。お、ハウル向かった。あは。何かいるみたい。外れね。イエーイ。ネギルなんか。なんだよすごい。スキルで繰り返した。打ちこなすライフに振った。後半戦に臨みます。後半戦開始です。負けですからね、このゲーム。さあ、3点目欲しい。得点を奪いました。決定的な3点目ですか。